ミールコアモジュール、ドスマイナス7はソ連、ン後のロシアのミール宇宙ステーションの最初のモジュール。単にミールとも呼ぶが、一般的にはコアモジュールやベースブロックと呼ばれる。1986年の2月20日にバイコヌール宇宙基地200番車点からプロトン系で打ち上げられ、2001年まで地球低軌道に存在した。設計はサリュート6号や、 サリュート7号と多くの類似点があるが、モジュール前方のマルチドッキングノードという革命的な追加点があった。これに加え、線尾方向にもドッキングポートがあり、5台のモジュールが直接コアモジュールに接続することが可能で、これによってステーションの能力を飛躍的に伸ばすことが可能であった。なお、最終的にクーバント1、ーバント2、クリスタル、スペクトル、 プリローダの5台が常設でドッキングしていた。ミールコアモジュールは生活、居住用のモジュールとした設計されており、サリュート6号や7号と比べると科学器具は少なく、例えば以前のステーションで居住空間を狭めていた大型の光学カメラが取り払われ、その代わりにクルーにはより快適な居住空間が与えられた。その他の変更としては、大型の太陽電池パネルや、 新しい電力システム、大幅な自動化などが見られ、また従来のイグラドッキングシステムに代わって、新しいクルスドッキングシステムが採用された。余圧壁は1ト、mm、ルから5ト、mm、ルの厚さのアルミニウム製で、ゴミの排出や化学目的に使う小さなエアロックも装備し、外を見るためのいくつかの発付系の窓があった。内部はツートンカラーで、 照明用の蛍光灯が利用されていた。コアモジュールは無人で打ち上げられ、最初の長期滞在は1986年3月13日にソユーズ T-15 で打ち上げられた、クルー2名によるミールへをマイナス1で行われた。52日後、このクルーはミールを離れてさ、リュート7号を訪問し、51日間滞在した。その後、 再び、ミールに戻って1986年7月16日に地球に帰還するまで21日間滞在した。このような2機の別の宇宙ステーションの間を行き来した例は、これが最初で唯一の記録である。ミールでのクリスマスミールコアモジュールは、以前のサリュート6号、7号をもとに設計されているが、大きく違う点も存在している。 改良型のコンピュータや太陽電池アレイなどが組み込まれており、二人の宇宙飛行士用の個室も備えるなど快適性も向上している。コアモジュールは6つのドッキングポートを持ち、そのうち4つがノードと呼ばれるモジュール先端のサイコロ状の部分に設置されており、ステーションの拡張に利用でき、バーシングポートと呼ばれた。他の2台のポートは選手と船尾に設けられており、一つは 濃度の一番先頭に、もう一つは、モジュールの最高尾に付けられており、これらは、ソユーズやプログレスのドッキングに利用するために、設計された。コアモジュールは、線尾方向に2台のエンジンを持ち、これは、機動制御用に設計された。それぞれのエンジンは3 0 0ラムの水力を持って、いたが、1987年にクーバント1が線尾に、接続された後は、使用は停止された。 コアモジュールの主な役割は、ステーションの生活空間であった。トイレ、睡眠やプライベート用空間として使う2カ所の個室、映画や音楽といった、娯楽設備、運動設備、医療機器などが設置されていた。また、ZEP との更新のためのテレビスクリーンのある、指令センターを持っていた。1987年6月、クバント1に乗せられて輸送された3枚目の太陽。 電池パネルをコアモジュールに設置、展開した。これによって、太陽光パネルの面積の合計は76平方メートルから98平方メートルに増加した。1980年代後半頃には、1992年頃を、メドにブランをステーションに到達させ、コアモジュールを新しいものと交換することが計画されており、ハジアームでドスマイナス7モジュールを、 新しいコアモジュールに交換した後、ドスマイナス7モジュールは地球に持ち帰る予定であった。コアモジュールは2001年の5月にミール宇宙ステーションを構成した他のモジュールと共に地上からの制御指令で地球の大気圏に再突入した。燃え尽きなかった残骸は南太平洋に落下した。アトランティスから見たドスマイナス7ミアハードウェア、ヘリテッジによる。 側面断面図前方斜めから見た断面図、素有図が接続されている。ありがとうございます。